こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日はね、久々に毛糸のピエロさんでお買い物をしました。それがこちらです。では、ちょっと開けていきますよ。はい、カメレオンカメラの毛糸です。カメレオンカメラ、こちらはずっと私が気にしていた毛糸です。ちょっと開けてみます。どんだけあんねん。はい、5玉購入しました。ですね、なぜこれを買ったかというと、私そう、靴下編みに今ハマってるんです。で、オパールさんの KFS さんのオパールの毛糸を使って編んだり、ソックニットとかソックヤーンとかいうもので編んだりはしたことがあるんですが、このカメレオンカメラというのがもうずっと前からすごく気になってたんで、なんかレビューとかを見たら、オパールさんより少し太いのかな、もう少しふっくら靴下が編めますよみたいなレビューを見たので、ますます気になって買ってしまいました。カメレオンがすごい可愛いんですよね。こちらが、この単色の方が1玉899円、税抜きで899円です。はい、でこっちのカラーの方が税抜き1014円でした。で、5000円以上になると送料が無料になるということで、急遽1個増やしたんですけども、まずね、こちら、これなんかよく見かけた毛糸です。みんながなんか使ってるな、羨ましいなと思って見ていました。で、こちらがジャンコードがこちらで、カラーが22番です。ウールスーパーウォッシュ 75%、 ナイロン 25%、100g で 420m あります。これね、多分ね、靴下編むと可愛いと思うんですよ。で、単色です。次、単色がどうして欲しかったかっていうと、かかととかね、つま先とかなんか色を変えてみたいなっていう、靴下編みでもちょっとずつ欲が出てきたんですよ。はい、ちょっとね、レベルアップしていきたいなと思って買ってみました。こちら、ジャンコードがこちらで、色番が101番です。はい、次こちら、このね、ベージュみたいな色がとても可愛い、こちらジャンコードと色番が106番です。はい、次がこちら、これとこれがね、なんか新色でニューってなってましたね。3色新しいカラーが出ていて、ソリッド名前だそうです。こちらが番号がこんな感じで、カラーが115番、チェリーブロッサムです。あとソリッドの新色のこちらが、色番114番のピスタチオという色です。あと1色がアンティークローズというものがあったんですが、私はこの2玉にしました。そして全部5玉で5071円になってます。編んでみたい糸はどうなんですかね。なんかちょろっと出てて、これ引っ張ったらくちゃくちゃになるパターンですか。取り出しやすいといいんだけど、なんか昔の毛糸ってここですよっていうような紙がついてなかったですか。あれだとすごいいいんですけどね。あ、やりました、やりましたよ皆さん。先っちょがピョンと出ました。いいですね。ちょっと編んでみますか。もうすぐね、マルティナさんのイベントがあるんですよ。名古屋の松坂屋の方も来ていただけるようです。私も絶対行きたいです。初めて買うんですけど、単色で 100g 入ってて、 単品だと899円だったかな。税抜きで1000円ぐらいってことですか。オパールの単色を私は
買ったことがないので、ベージュだけなんかメルカリさんで購入したんですけど、可愛い優しい色合いですね。こんな感じで、はい、今回はねちょっと靴下編みをしたくて買った糸の紹介です。新色もあったので紹介してみました。で、私が編んでるちょっと完成した靴下を紹介します。あー、よれんよれんですけど、これですね、これはね、湯沢屋さんの公式 YouTube の方で見ながら編んだものです。かかとはなんかね、こんな感じの、もう棒針が分かってないので、何のためにその記号で編んでるのかっていうのが、編んでから、あーこうなるんだ、ゴム編みみたいになってるやーみたいな感じで、ほんと分かんないです。2足ね、途中で分からなかったので編み図をもらいに行ってきました。これで2足、可愛いでしょ。色ももう柄は全然合わせてません。あえてこの柄でそのまま続けて編みました。はい、で今編んでるのは、これはソックヤーンで編んでるんですけど、今編んでるのは、フェリシモさんのキットで頼んだものです。なのでこちらはフェリシモさんのキットの編み図を使って編みました。なんか富士山かかとというらしいです。登ってって下ってくるみたいなことが書いてあって、でこっちはねなんとなくうまくいったんだけど、こっちはちょっとなんか失敗したんですけども、エイヤーレッツゴーって感じで、完成が目的なので、まあ、徐々に上手くなっていくでしょう。でここはねゴム編みになってなかったです。でつま先もちょっと編み方が違いましたね。でもこっちフェリシモさんの編み方の方が、もしかしたら編み慣れてきたら頭に入りやすいので、そのまま頭に入ったら編み図なしでもしかして編めるかなっていう感じの方ですね。でこれ片方完成して、でこっちが今編んでいる方です。これもね柄関係なく編んでいます。で小鳥のねこの段数、作った段数マーカーで気分を上げて編んでいます。これを編んでると、なんかつま先とかかかとだけ色を変えてる方のインスタグラムとかを見ていて、ちょっとやってみたくなったので、今回初めてカメレオンカメラを買ってみたという動画でした。またね、こうして編んだものも少しずつ紹介したいと思います。では、次回の動画もお楽しみに。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー。